どうも、しおみんです。岐阜の旅2日目の朝でございます。6月の21日、9時20分ぐらいです。実はね、4時半ぐらいに起きてたんですけど、編集作業をやっててですね、あとお風呂入って朝食食べて1時間ぐらいもう一回寝てですね、起きてチェックアウトしてきました。ホテルね、めちゃめちゃ良かったですね。はい、じゃあ、とりあえず下呂温泉に向かってですね、出発していきたいと思います。それでは、いいですね、ここ、高山線って JR の線路、左っ側がそうですね、右っ側が飛騨川、それで今走ってるのが41号線という感じでございます。ここいいっすよね、飛騨川と JR に囲まれた41号線。 JR でも行ってみたいですね、高山線に乗って。はい、ということで下呂温泉から高山の方に向かって走っております。はい、今
今3時20分ですね、久々に、高山市内をうろちょろしようと思ってます。年1回ぐらいずつ来てるんですけど、来てすぐ帰ってるっていうようなことが多くてですね、なかなかやっぱりゆっくり見ることもないし、大事ね、駐車場がね結構ね少なかったりするんですよね、高山って。ですのであまり車止めてうろちょろしたことが最近少ないんで行きたいと思います。それでは、おお、なんか久々の光景ですね。人いないけど、全く人がいません。はい、割とね高山市内駐車場が高いところ多いですね。30分200円、そんな感じでございます。人屋さんですね。すみません、みたらし団子1本ください。You're whisking me. The light within is alright.